1930年時点のタウルス急行のケイロズタウルス急行あるいはトロス急行はトルコのイスタンブールとシリア、レバノン、イラクなどを結んでいた国際列車である。1930年に国際信頼者会社による列車として運転を始めた。イスタンブールのハイダルパシャ駅を起点としトロス山脈を越えアレッポからシリアレバノン方面とイラク方面に分岐した。 イラク方面では1940年にバグダードまでの直通運転が実現した。さらに自動車便や他の列車によりカイロ、テヘラン、バスラなどにも連絡した。イスタンブールでは対岸のシルケジ駅に発着するシンプロンオリエント急行と接続しており、これによってヨーロッパと中近東を結ぶ役割を担っていた。後にトロス急行はトルコ国内の列車となり、 2008年に一旦廃止されるものの2012年に復活した2015年3月現在ではカラマンとあだ名の間の列車がトロス急行を名乗っており2019年12月現在では今夜とあだ名を結んでいるタウルス山中の高架峡国最新台車会社によりヨーロッパとオリエントを結ぶ列車として1883年に 運行の始まったオリエント急行は1888年にパリからイスタンブールまでの直通運転が実現した。一方イスタンブールからアジア側ではドイツ帝国の主導によりバグダード鉄道の建設が進められていた。第一次世界大戦中、ドイツは運休となったオリエント急行に代わってバルカン列車を創設しヨーロッパと中近東を結ぼうとしたが、 敗戦によりその目論みは途絶えた。戦後には、ワゴンギ社のシンプロンオリエント急行がカレー及び、パリとイスタンブールを結ぶようになった。ワゴンギ社がアナトリアでの事業を始めたのは、トルコ共和国成立後の1924年であり、この年に、イスタンブールのハイダルパシャ駅と新首都アンカラの間で、新大車の営業が始まった。 ワゴンリの中近東での活動が本格化するのは1925年にバーデンバーデンで関係各国鉄道事業者の会議が開かれた後である。1926年にはイスタンブールとアレッポの間での寝台車の営業が行われた。また1927年にはイスタンブールアンカラ間にワゴンリの寝台車専用の豪華列車アナトリア急行が生まれている。同年には ワゴンギ社により、イスタンブールのハイダルパシャ駅と台湾のシルケジ駅を結ぶボスポラス海峡横断の連絡線の運行が始まった。1928年には、イスタンブールとトリポリの間でも新大車営業が始まった。ワゴンギ社はこれに接続して、トリポリからハイハまでの自動車便を運行した。ハイハから先には、標準機の鉄道があり、 ワゴンリの寝台車を連結したカイロ急行がスエズ運河東岸のカンタライースト駅まで走っていた。スエズ運河を渡るとさらにカイロまでの列車に乗り継ぐことができた。この列車にはワゴンリのプルマン車が連結されていた。ロンドンカイロ間の直通列車は当時ワゴンリ社の取締役会長だったイギリス人ダビソン・ダルジールの悲願であった。なお百二十八年まで トルコ政府がイスタンブール周辺での夜間の列車走行を禁止していた影響でシンプロンオリエント急行とアジア方面の列車を乗り継ぐにはイスタンブールで一泊する必要があった。この規制が撤廃されるとヨーロッパから中近東への所要時間は大きく短縮された。タウルス急行とシンプロンオリエント急行のポスター、タウルス急行と名付けられた列車の運転が 始まったのは1930年2月15日である。この列車には、ワゴンリシャの寝台車と食堂車が連結されていた。イスタンブールハイダルパシャ駅を起点とし、対岸のシルケジ駅に、シンプロンオリエント急行が到着してから1時間半後に、発車した。旧バグダード鉄道線を通り、今夜を経由して、トロス山脈を越え、キリキアのあだ名に至る。山中での最高地点では、 標高1468メートルに達している。さらに、国境の741メートルの峠を越えて、フランスイ移民統治領シリアに入り、アレッポに至る。アレッポから、列車は、東と南の二つの経路に分岐した。東方面では、トルコシリア国境沿いのバグダード鉄道線を走り、トルコ領最後の町であるヌサイビンが終点となった。また、列車の一部は、 地線上のマルディンへも直通した。ヌサイビンからはキルクークまで自動車便により接続していた。キルクークは当時のイラクの狂気鉄道網の北端であり、狂気の列車によりバグダードやバスラへと乗り継ぐことができた。また、狂気鉄道の視線はペルシア国境近くのハーナキーンにも達しており、ここからテヘランまでの自動車便も存在した。当時のペルシアは、 外国企業に対して閉鎖的だったものの、ワゴン利者は粘り強い交渉の末に自動車便の運行とテヘランへの営業所開設を認められた。南方面ではホムスを経由し、レバノンのリアックが終点となった。リアックは当時のレバノンにおける標準機鉄道の南端であるとともに、ベイルートとダマスカスを結ぶ狂気鉄道の中間駅でもあり、狂気列車に乗り継ぐことで、 両都市と連絡した。またハイファとも自動車便で結ばれており、前述の経路で回路まで連絡した。1930年時点では、イスタンブールからヌサイビンまで週に往復、マルディンまで1往復、リアックまで3往復運転された。1932年には、タウルス急行からバスラを経由して、インドボンベーへの航路に連絡するようになった。 1933年5月15日には、タウルス急行はトリポリにも直通するようになった。またこの年には、ボスポラス海峡での車両構想により、ヨーロッパからアジアへの直通運転の研究が行われたが、実現には至らなかった。1935年、アンカラとウジクシュラを結ぶ鉄道が開通したことにより、トルコ国内での運行経路がアンカラ経由に変更された。 東方面では1935年にシリアイラク国境のテルコチェクまで1939年3月31日にはモスルまで延長された。また、1936年11月11日からは全構成の SG 型信頼車がタウルス急行で使用されるようになっている。1939年にはイラク政府とワゴンリ社の間でイラクやイラン、 インド方面とヨーロッパの間の郵便をタウルス急行とシンプロンオリエント急行で運ぶ契約が結ばれている。この郵便輸送は1972年まで続いた。そして1940年7月17日にイスタンブールからバグダードまでの直通運転が実現した。この時点での所要時間はイスタンブールハイダルパシャ駅からアレッポまで35時間。 バグダードまで4日であり、乗り継ぎを含むとベイルートまで48時間、カイロまでは3日、半、テヘランまで5日の工程であった。なおロンドンカイロ間は7日間で結ばれた。第二次世界大戦が勃発すると、ヨーロッパでワゴンギ車の運行していた豪華列車はほとんど運休となった。しかしトルコは中立であったため、タウルス急行は直接的には影響を受けなかった。 なお混乱を避けるため、ドイツの外交官はアナトリア急行を、イギリスの外交官はタウルス急行を使うという暗黙のルールが存在した。レバノンからパレスチナにかけての地域では、対戦中にイギリス軍によってトリポリトベールーとハイファを結ぶ標準機鉄道が建設され、イスタンブールからカイロまでが鉄道でつながった。ただし、戦争中は、 軍事輸送が優先されたため、タウルス急行の延長はなかった。1947年に、タウルス急行のレバノン方面の運転区間は、ベルートまでとなった。しかし1948年のイスラエル建国と第一次、中東戦争のため、再び線路は分断され、タウルス急行の回路直通は一度も実現しなかった。 また1949年から1959年までアレッポベイルート間は運休となっていた。1954年にはトロス急行にトルコ国内のイスタンブールガズイアンテプ間を直通する客車が加わり、1956年にはイスタンブールイスケンデルーンの系統も加わった。1960年にガズイアンテプからカルカミスまでの路線が開通し、 イスタンブールからヌサイビンまでトルコ国内のみを通って行けるようになった。この時からイスタンブールバグダード系統のトロス急行の編成は途中で2つに分割され、一方はガズイアンテプ経由で、もう一方はシリアのアレッポを経由し、カルカミスで再度連結されてバグダードへ向かうようになった。ワゴンギ社は第二次大戦後にはトルコでの営業を段階的に 縮小していたが、1966年に、同社の豪華列車としてのタウルス急行は廃止され、一般列車であるトロス急行にワゴンリの寝台車が連結されるという、形式になった。なおこれ以前の1962年に、かつてタウルス急行と接続していたシンプロンオリエント、急行は廃止されている。1972年には、ワゴンリ車は、 トロス急行での寝台車営業から完全に撤退し、以後寝台車はトルコ国鉄の所属となった。1967年、バグダードからバスラまでの標準期鉄道が開業した。1970年にはトロス急行がバスラまで直通する予定と発表されたが、実現しなかった。1970年代以末にはトロス急行のバグダードまでの運行は不安定になり、 運休や大幅な遅延が相次いだ。1980年代にはバグダード直通は廃止された。また、レバノンでも内戦のため鉄道は普通となった。1983年の時点では、トロス急行はイスタンブールガズヤンテプ間のトルコ国内列車となり、これにアレッポまで直通する客車が連結されていた。 1988年にはアンカラ経由から今夜経由の休憩路に戻っている。2001年からトロス急行にイスタンブールダマスカス間を直通するシリア国鉄の寝台車が連結されるようになった。しかしトーマス・クック海外時刻表は2008年時点においてこの寝台車は実際にはアレッポまでしか運行されていない模様であると記している。2008年6月 トルコ国内での改良工事のため、トロス急行はアレッポまでの直通信台車と共に、一旦廃止された。2012年8月16日から、トロス急行はエスキシセヒルアダナ間の列車として、運転を再開した。2015年3月時点では、トロス急行はカラマンとアダナの間の列車として走っている。 2019年12月現在では今夜とあだ名を結んでいる。1934年に発表されたアガサクリスティの推理小説、オリエント急行の殺人は、エルキュール・ポアロが、アレッポの駅で、タウルス急行に乗車するシーンから始まる。同じ寝台車には二人のイギリス人が乗っており、一人は、インドから帰国する軍人で、もう一人は、バグダッドから帰国する女性であり、キルクーク。 モスルを経由してきたと話している。彼らはイスタンブールでシンプロンオリエント急行に乗り継ぐ。ありがとうございます。